リラクゼーションドリンク、チルアウトです。このチルアウトを飲むと落ち着いて眠たくなる、リラックス効果があると言われています。寝る前に飲むとぐっすり眠れそうです。ところで、このドリンクを飲むとどうして落ち着くのか疑問に思い、中の成分を調べました。すると、このドリンクにはあるヤバい植物の成分が含まれていました。それは大麻です。なんと、ここに書いてあるヘンプシードは大麻の種から抽出されたものです。これは驚きですよね。知っての通り、大麻は所持することが違法です。持っていると犯罪者になります。それでは、ヘビフロッグは犯罪者なのか。いえ、違います。この中に入っている成分には違法性はありません。一応、大麻の種の成分ですが、覚醒作用などの精神的な影響はないと言われています。というわけで、今回はこのそのような成分が入ったリラクゼーションドリンク、チルアウトを、ここにいるカマキリに毒味してもらいたいと思います。まずはこのシャーレの上に出しましょう。色は透明ですね。炭酸を抜きます。香りはソーダをケミカルにしたような感じです。それでは早速飲んでもらいましょう。お、飲んでる飲んでる。なんとカマキリはガブ飲みしていますね。おー、飲んでる飲んでる。地面に出したチルアウトをものすごい体勢でガブ飲みしています。ほら、おー、飲んでる飲んでる。完全に飲んでいますね。ほら、お、一瞬で飲み干しました。おー、飲んでる飲んでる。かなり好評ですね。カマキリに吸い込まれます。カマキリは嫌がる様子は全くありませんね。このドリンクを自ら進んで飲んでいます。これは合法なのでご安心ください。というわけで、10分ほど放置しました。なんとカマキリは同じ場所で止まっています。これは完全にチルってますね。チルってるチルってる。ほら、お、全く攻撃してきません。これはどう見てもチルっていますね。まるでチルチル言っているかのようにこちらを見ています。すごいですね。本当に落ち着きました。というわけで、今回はカマキリにチルアウトを飲ませる動画でした。落ち着いているような気がしますね。というわけで、今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。